ショータイム。二等辺の友人屋です。T 隊長です。隊長でございます。はい、今日はですね、こちら、カーシー博士のセルフヘルプ術、プリーズアンダースタンドミーと、理解、自分自身を理解しましょうというところで、診断テストは、概要欄に詳細のところかな、上げておきますが、今日はですね、私が ESFJ だよと、っていう動画を上げたんですね。で、外向的な人が、内向的にな人の場合、ISFJ ですね、の紹介を今日はしたいと思います。ISFJ は、困っている人を放っておけないということが書いてあります。奉仕と禁欲主義の傾向な人ですと、100人中6人が ISFJ 型であると、まず人に役立ちたいという奉仕への願望があり、このタイプは独特の歴史観を持っている、過去の出来事や人間関係とのつながりを大切にする人ですと、伝統を守り資材は蓄えておくべきと考えている、全タイプ中快楽主義からは最も無縁な存在で、朗読は美徳、働かざる者食うべからずであると、長時間でも喜んで働き、引き受けた仕事は人間の能力の限界までやり遂げる、昔ながらの方法できちんと物事を遂行することを尊重する、しかしその方法が効率的で能率的かどうかはあまり気にしない、マニュアルに書かれた方法がまさに法律であると、このルールを他人が破ったり無視したりすると、あまり表には出さないものの、ISFJ 型は苛立ち気分を害する、このようなイライラした感情は普通自己内部へと向かい、疲労感やストレス、肩こりなどになって現れることが多いと書いてあります。なんかそんな性分ですね。そう、まあ、だからちゃんとやるっていうことが素晴らしいことっていう人は、なんかとかく今のこの、なんて言うんでしょう、まあ、名前を出してあれなんですけども、例えば堀江さんとかひろゆきさんとかって、なんかこういうタイプのことをちょっとなんか、わかります、言ったりしますよね、何やってるんですかみたいな言い方をするじゃないですか、これどう思います、どう思いますって、その何に対して、なんかいやひどくないんですか、そういうこと言う人ってひどいですよねって思いつつも、なんかやり方変えることもできるよねとも思うんですけど、これ多分僕のことも半分入ってるんですよ、その効率が悪いって、外向か内向かの違い、違いだけなので、はい、だそれが内に向くか外に向くか、そう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 、はい、だこのルールをちゃんと守りましょう、はい、っていうのが多分すごく強いはとても囚われています、はい、でそれがこう内に向いててイライラして、損するみたいな、そんな性分ですよねと思うんですよ、でやっぱりこういうこれ最近読んだ親の期待に応えなくていいっていう本なんですけど、やっぱりこの辺のなんて言うんでしょう、規律みたいなところって、なんかまあ文化もそうだし、まあ一番近いのが多分親、初めは親だと思うんですね、そこからその社会とかからの熱を多分ずっと持ってる感じはするで、まあ、そこの価値観ですからね、それがこうやっぱり小さい時から植え付けられていくわけ、なんで、でもまあこれって、エニアグラムとは違い、全て自分が選択してるものですもんね、これ変えれるんですかね、いやでも基本はエニアグラムとそう変わらないと思います、ね、要は、何か内なるこの欲求があってそれを選択している、っていうことは結局この心と選択したものって一緒じゃんっていう話ですかね、まあでもエニアグラムもそうじゃないですか、無意識のところが選択してるもの、でも要はこれって何て言うんでしょう、自分で全部選択 して決めたじゃないですか、あなたはこういう行動しますね、こういう行動しますね、ってやってきたものだから、なんか嫌だと思ったら逆のことをすればいいんじゃないと思ったんですね、エニアグラムも選択してるわけじゃないですか、決めるときはタイプを、で嫌だと思ったらあえて違うのを選択してるっていうだけの話で、タイプとは違います、ね、でエニアグラムの場合、この中でごめんなさい、ね、エニアグラムの場合って、要はその自分で要は自己診断してこれですって言ったやつって、往々にしてなんか
違うよって時ってあるじゃないですか、うん、それは多分僕のうちでは一緒な感じですけどね。あ、そうですか。僕なんかこれは、うん、なんかあなたがその行動を選択したから、うんうん、今のあなたはそこですよっていうふうに今受け取ってるんですね、うん、そういうわけじゃないんですかね。僕は同じものだと思ってます。エニアグラムもこれも。なるほど。選択って選択してるって思ってるだけの話。要はこう過去の行動ってエニアグラムで見てもこれで見ても過去の行動はもう変わらない。はいはいはい、はい、選択してきた歴史があるわけじゃないですか。はい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 。なるほど。でなればまあそうですよね。あ、だと思う、うん、これも変わらないよって話。変わらないよって話、まあ、確かに自分もその急にね、うん、なんか隊長みたいに、うん、なんかその根本的にそれって疑うべきですよね、うん、みたいなのってあまりないんですよね、うん、あ、僕はだから納得するか納得しないかの、ね、あ、そうなのかな、まあ、すいません、はい、続けます、すいません、はい、で困っている人を助ける職業、うん、ISFJ 型は非常に信頼のおけるタイプである、うん、まあ、信頼はできますよね、うんうん、で規則がコロコロ変わるような状況で働くことは苦手となる、うんうん、他人へ奉仕したいという願望に基づき、うん、このタイプがよく活躍する分野は看護関係、うん、教職、秘書、うん、医療関係、うん、図書館司書、うん、中間管理職なのだ、うん、この中間管理職っていうのはちょっとイラッとするんですけどねでも自分のことじゃないですよ。うん、でもなんか、うん、そこで止めんなって、ごめんなさい。あ、なんかサポートする側っていう側なんです。そうですね、うん、自分を必要としている人々、例えば病気の人、うん、教育を受けられなかった人、うん、学生や親分気質な人との付き合いが上手なのであると、うん、まあそうですね、うんうん、寄り添うことができるってことですね。でこのタイプは他人の面倒を見ているときに大きな充実感を得る、うん、しかしもう相手が助けを必要としなくなると、うんうん、その関係は変わり、うん、ISFJ 型はその仕事への興味を失ってしまう、うんうん、大切なのは今困っている人を助けることであり、うん、特別な配慮をしてあげることなのだ、うん、責任感が強く繰り返しの多い単調な業務をこなすことができる、うん、優秀な秘書、有能な看護婦、うん、まあ、看護師ですね、うん、あと熱心な教師になり得るよと、うんうん、数理や理論には魅力を感じず、この辺は僕と一緒ですね、うん、自分が実用本位で現実的でいられるように、うん、実用的でないことは他人に任せたいと思っているっていうのも一緒です、うん、理論とか、あ、じゃあその理論、うん、これでいいんですね、うん、わかりました、じゃあこれでいいですね、オッケーオッケー、じゃあこれでいきましょう、うんうん、って感じです。それでいいかどうか僕は疑わしいですけどねって。なるほど。なのでこれを例えばその堀江さんが言った、うんうん、でみんなも大半の人がこれは合理的だって言っている、わ、うん、かりました、じゃあこれでいいですね、うんうん、で僕はできるのはわかる、うん、あんまそれが納得できないっていうのはあるかもしれない。そのだから説明を聞かないと。まあ、もちろん説明された上で、説明して自分が納得すればあそうだなって思うし、はい、その説明が納得できなければんってずっとなる、納得いかないみたいな。でも僕も納得できないは、要は、うん、分からないはあるかもしれないんですけど、うんうん、あのそうなんだってなります、うん、みんながいいって言ってる、あ、うん、そうなんだけどそうじゃない可能性もある。で、いや、なんて言うんだろうそうじゃない可能性もあると思ってる僕が間違ってるんだろうなって思います、うん、あ、それはないですね、あ、っていう違いがあるかもしれません、うん、はい、で、規則は遵守し、うん、省内に備えて貯蓄、うん、上司に対しては組織のためというより個人的に忠誠を尽くすタイプである、わ、うん、かる、うん、上司を含めて周りがマニュアルの手順通りにすることを期待し、仕事を的確にしていない人を見るとがっかりし恥ずかしくさえ思う、うん、おまけに職場でみな規則や手順を守っているかどうかを確認するのが自分の責任のように思えてしまう、うん、僕そこまでの責任感ちょっとないです、うん、雑で肩書きや環境、職場などから与えられるステータスを気にかけており、うん、それを上手に利用する、資金力が持つ進化も真の価値も理解しており、うん、浪費や間違った使い方を嫌う、貯蓄、将来のための蓄え、万一の時の準備などがこのタイプにとっては重要なのであると、
真面目ですね。真面目ですよね、うん、で真面目って言われるのが好きかどうかは分からないんですけど、うん、僕真面目って言われると若干ディスってるように感じるんですよね、うん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 、この辺の捉え方はちょっと分からないです。まあ、なんかいい面と悪い面って多分何にでもあるじゃないですか。真面目、あ、うん、そうですね、真面目でいい面もありますし、もちろんもちろん真面目すぎて悪い面もあるし、はいはい、じゃあ不真面目がいいのかっていうと、まあ、なんていうんだろう、不真面目が、うん、今は真面目っていうのが今美化とてもされるじゃないですか。不真面目、あ、不真面目、いや、もともと不真面目だった人、うん、不良だったけど、うんうん、今は、うん、みたいな人がおーってなるじゃないですか。それは違うと思う。そう、まあそこはちょっと強く言いたいですよね、うんうんうん、で、良き家庭人で物静かな友人を選ぶ、うん、このタイプはパートナーや家族に尽くし家事も上手にこなす良き家庭人である、うん、家は隅々まできちんと片付けられ、うん、外観もインテリアも伝統的な方法で几帳面に維持されている、うん、親としての ISFJ 型は子供には社会のルールを守りルールが遵守されているのを責任を持って見守ることを期待する。ルールが遵守されているのを責任を持って見守ることを期待する。で、気取った振る舞いが嫌いなので派手な友人よりも静かで控えめな友人を好む、うん、人はその立場にふさわしい振る舞いをすべきと考えており、うん、本人の社会的経済的地位以上や以下に振る舞う人を見ると苛立つことが多い、うんうん、まあ、ちょっと近いところはこの外れたことが、はい、多分嫌みたいなところですよね、はい、騙すんじゃないかみたいな、騙すんじゃないかっていうの、まあ、そういうのとか家とかも奇抜な家とかっていうよりは、あ、そう、うん、そうですね、普通に、うん、普通の家、普通の家っていうかシンプルとか、シンプルとか使いやすいとか、はい、まあ、多分そういう方向に、はい、で家庭とは大切な城である、うん、ISFJ 型の女性は自宅を重厚な家具で整え心のこもった料理を作り、うん、家の周囲もでにきちんとすることに情熱を傾ける、うん、男女問わずこのタイプにとって家庭とは大切に維持する領域である、うん、でこのタイプは反対のタイプに引きつけられる、うん、ISFJ 型は非常に頼りがいのあるタイプだが反対に無責任で自堕落な生活をするようなタイプに魅了されてしまうことがある、うん、実際アルコール依存症と結婚して救済しようとしたり、うんうん、やっぱり拒絶したりのジレンマに陥ってしまう人も多い、うんうん、なんでやっぱ助けたいという思いが強いんですかね。助けたいんじゃないですかね。もったい、もったい、まあいいのか、好きになって、まあもったいない、ごめんなさい。で、ISFJ 型の母親は娘には常に伝統を守って正しいことをするようにしつけるが、うん、息子はわがままでも可愛いと思う傾向がある。あ、なんか女性はこうあるべきみたいなのがうんうん、うんあるんですかね、うんうん、で誤解されることが多い。 ISFJ 型は誤解を受けやすく正当な評価を受けないこともある。一生懸命に貢献したことも当然のことのように受け止められ本人も感謝されることが少ない。このため ISFJ 型の心には怒りが鬱積しその貢献度に見合わない不公平な苦しみを味わうことになる。僕も前言われ、うん、そうだったんですけど、うんうん、なんか俺ばっか頑張ってるのにさ、うんうんうん、あいつちょっと容量いいよねみたいなのは、うんうん、多分向こうからすると、うん、あいつ何容量悪いやり方やってんのって見られることはちょっとあるかもしれないです、うん、まあルールだからみたいなことですよね、はい、うん、でもそのルールを何とも思わない人もいるし、うん、そのルールが効率的ではないこともありますもんね、うん、そうそうそう、とかチート的にやっちゃう人とかもいるわけじゃないですか。あ、はいはいはい、インチキっぽく効率よくやっちゃう人、はい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 、でこう一見するとそっちの方が効率良かったり見栄えが良かったりね、うん、はい、っていうところでこう評価が得られなかったりとか、はいはい、ちゃんと真面目にコツコツきっちりやってるのに、はい、表面だけでこう見繕ってっていうのも、うん、ありますけども、うん、まあ、どっちがいい悪いでもなく、うんうんうん、素晴らしい世界だっていう話ですねうん、そういういろんな人がいて、うん、下手、まあ、なんでしょうねっていう感じはあ、だから、うん、だからなんだっていう話、あ、これを理解すると、
これを理解して、まあ、自分はそういうものですよっていうのが多分そう、まあ、で、これです。でさっきの話、うん、要はこれって選択したよねと、うん、だからなんか嫌だと思えば、うん、じゃあちょっと変えてみればと思うんですね、選択を、うん、今まで自分が常に取ってきた行動をちょっと変えてみることで、うん、なんかその違う自分に、うん、ある面では慣れたりとか、そのいらない怒り鬱積っていうのをちょっと変えることができるんじゃないとは、うん、あのサボってみればとか、うん、でちょっと思うんですよ、うん、それもあれですよね、エニアグラムでいうとらわれを手放せ的な、あ、本当、まあ、本当それなんですよね、うん、要は自分が楽だからそれをやっている、うん、楽っていうのは苦手なことを避けたりとか、うん、本当やらなきゃいけないことを、うん、なんか自分のやりたいようなやり方でやってしまっている部分、うんうん、まあ、それがいい時はいいんですけど、うん、なんかそれでいらん悩みとかをなんか抱えてしまうなら、うん、違うことをやったら、うんうん、違う行動を取ったらっていうのが選べますよねっていうのを言ってる本だと思ってるんですね、うん、だからなんか変わるのかな、あ、根本は変えられないかもしれないんですけど、うん、あ、まあ、僕としてはもう自分を理解しなさいですよ、あ、そういう自分をってことですね、そうそう、あなたはそうですよって理解すればいいのかなぐらい、あ、はいはい、で、なんかそれが悩みになるんだったら、うん、要はエニアグラムでいう手放せと同じようになんかちょっと違う行動を取ったらって思ったんですけど、うん、その辺の理解は分かんないです、うん、取ったらもう、まあ、別に取っても取らなくてもいいじゃないですか、あ、もちろんもちろん、ああ、なんか根本はそこです、うん、はい、あ、うん、苦しむのが無駄なんじゃないっていう話なのかなって、うんうん、あ、今なんか溜めましたね今まあだから結局、ま、自分を知るためのツール、あ、はいはい、あ、なので、うんうん、そういうことをやってますよっていう理解だけでいいんじゃないっていう話ですね、はいはいはい、っていうところも含めて全部出そうと思ってます、うん、はい、はい、っていうところで、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございます。